津軽自動車道津軽自動車道は青森県青森市を起点とし東北自動車道の波岡インターチェンジから分岐して五所川原市を経由し西津軽郡の味ヶ沢町に至る全長約 38km の国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路一般国道の自動車専用道路国道101号である略称津軽道高速道路ナンバリングにおける 路線番号は E64 が割り振られている。津軽自動車道は、東北自動車道浪岡 IC より分岐し、西北後地方の中心都市である、五所川原市を経て、津軽半島の付け根に位置する西津軽郡、安治ヶ沢町へと至る自動車専用道路である。当該道路の距離は、約4 0トル弱と短く単一県内で、完結する路線ではあるが、将来的には、 構想段階にある西津丸の白沿岸道路と一体的に青森県西部の日本海沿岸ルートを構成する。またこの地域は特別豪雪地帯に指定されており、日本海からの突風による地吹雪で視界不良が頻発する国道101号の安全性確保や五所川原市街地をバイパスすることで8月の五所川原立名部大野松をはじめ五所川原市中心部の 交通規制実施時、混雑時にも迂回路として機能し、定時性を確保することで、西北豪地方から津軽総合病院など、救急指定病院への搬送時間を短縮するなどの役割のほか、物流効率化により、同地方の基幹産業である、農産物の輸送や、域内の交流促進、観光客誘致など産業面、文化面で地域を支えるという目的も合わせ持ち、 この道路は単に広域幹線道路の一部であると、いわくに収まらない。現在は、青森市浪岡徳西市の東北自動車道と国道七号、浪岡バイパスの交点から、津軽かしはインターチェンジまでの十九点五キロメートルと、津軽市の津軽中部広域農道の交点から、味じがはインターチェンジまでの三点四キロメートルが、開通しており、起点では、国道七号を挟んだ信号のある、 平面交差で東北自動車道に接続する。将来的には津軽自動車道を 2km 延長して、波岡ジャンクションに直接接続し、自動車専用道路のみで東北自動車道と接続される計画もあるが、事業化はされていない。東北自動車道波岡 IC から波岡御所川原道路までの区間。波岡御所川原道路は青森県青森市から、 五所川原市へ至る延長約 15.7km の自動車専用道路である。国道101号の自動車専用道路として1991年度に青森県を主体として事業着手し、1993年度には国土交通省による直轄権限代行に変更された。翌94年度に着工し、 2002年11月には、浪岡特裁市五所川原東インターチェンジ間が、2007年12月には五所川原東インターチェンジ五所川原北 IC 間が、それぞれ暫定に車線ながら開通し、全線が強用された。五所川原西バイパスは、青森県五所川原市から津軽市へ至る延長約 3.8km の国道101号の自動車専用道路である。 2004年度より事業化され、2006年度に用地着手、翌7年度に着工した。2014年11月3日に開通し、これにより、五所川原市街地を通らずに、味ヶ沢町、津軽市中心部と東北道方面との往来が可能、なった。柏浮田道路は、青森県津軽市の延長 12.3km の国道101号の自動車専用道路である。 2018年度に事業化された。青森県では沿線の自治体らで構成される津軽自動車道建設促進規制同盟会らと共同で事業化に向けた中央要望を行っており、2014年8月5日に太田昭弘国土交通省が青森県内で三村慎吾知事と面会した際に事業化に向けた計画段階評価へと進む方針が初めて示された。 これを受けて、同月29日に、国交省の諮問機関である社会資本整備、審議会道路分科会、東北地方省委員会が、仙台市で開催され、その審議をもとに現在は2014年10月から11月に、かけて、整備方針に関する意見聴取、アンケートを行っている。その後は2回目のアンケートと審議会、2回目、3回目、を経て、 新規事業化を目指すこととなり、最終的に2018年度の新規事業化となった。味ヶ沢道路は、青森県津軽市から、西津軽郡味ヶ沢町へ至る延長 3.7km の国道101号の自動車、専用道路である。2007年度より事業化され、2010年度に、用地着手、翌11年度に着工した。 当初は2015年度内の供用を目標としたが、南浮田町での軟弱地盤対策に想定外の時間を要したことから延期され、浮田よりの一部区間を除いて2016年7月30日に開通した。なお、残りの区間については2019年3月26日に開通して全通している。津波被害想定地域に指定されており、また、 医療化疎も深刻化するアジガサワにとって今後は命の道となることが期待されている。アジガサワ町から深浦町までの延伸を求める声もあるが完成区間の交通状況や県外外の未整備道路との兼ね合いもあることから実現性については不透明な状況である。24時間交通量大道路交通センサス楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。